はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日はですね、テキテスト対策で、土砂日記ですね、帽子、または、羽という風にね、教科書で書かれている部分について説明していきたいと思います。えー、注意としてね、古文や漢文っていうのは教科書によって表記が違ったりするので、もし表記が違う場合はですね、皆様はお持ちの教科書に合わせてください。で、土砂日記に関してなんですけども、木の辛い之が作者で書いてあるものなんですが、 土佐から京へ帰っていく旅日記という風になってます。そしてね、作者は木の貫之なんですけども、女性に固くして、まあ女性が仮にこの作者ですよという風な設定で書かれているものなので、そのあたり注意してほしいことと、あとは木の貫之自身がねえ、土佐で実は娘を亡くしてます。 で、そのなくした娘のことが忘れられず悲しみに暮れてるというのが、木の綱行のこの土佐日記の中では全般的に出てきたりするので、そのあたりもね、意識しておくといいと思います。では、見ていってみましょう。 20日余り7日というふうになってますね。まあ27日だと。大津まあこのあして漕ぎ名でという,ふうになってますね。まあこのあたりは地名でしょうね。大津から裏を目指して漕ぎ出すと。まあ船出港しました。各あるうちにというふうになってますが、まあこうした中で特に一行の中にというふうに解釈したり、こうして帰郷する人々の中でというふうにね、解釈したりする説があるんですけども、まあこれ一体何にかかるかというと、この 後に出てくるね、ものにかかっていくんですけども、そういう色々変えていく人たちの中で何なのっていうね。はい。 見ていきましょう。今日にて生まれたりし女子という風になってますね。たり、完了のたりですね。で、過去の助動詞の木の連体形を使ってます。なので、今日で生まれた女の子がという感じですね。まあ、これが気のつらい木の女の子になるんですけども、国にてにわかにうせにしかばとなっています。完了の助動詞のにですね。そして過去の助動詞きの依然形という風になります。 せ、まる、き、し、しか、まるの、しかですね。人国、とさで、突然亡くなったからですね。この頃の、いでたち、急ぎを見れどですね。この頃のね、この日頃の、出発、準備を見ていてもと、何事も言わずですね。何も言わないと。そして、今日へ帰るに、女の子、の亡きのぞですね。ここにかかってます、実はね。今日へ帰るにつけて、女の子がいないことばかりをですね。 なので、まあ、どういうことかっていうと、さっきの話で言うと、ね、この土佐から京へ帰っていく人たちの中で、その中で女の子がいないということばかりを悲しび、こふるというふうになってるわけですね。まあ、その中の人が1人にですね、もう自分の女の子がいなくなって悲しいということばかりを訴えていると。ある人々も、え、絶えずですね。え、打ち消しでですね、これは不可能という形になります。なので、 悲しみ恋しがっていると。居合わせる人々も悲しくてこらえること、耐えることができないと。まあね、同じように。 今日からやってきたのに帰りにはいないということですね。この間にある人の書き手出せる官僚存続の理ですね。そこである人が書いて差し出した歌があると。まあ、これがね、木の辛い気ではないかというふうによく言われます。木の辛い気っていうのはこういうふうに作者なんですけども、一応女性がこの日記の作者ですよっていう設定を持ってるので、こういう時はよくね、あの、第三者的に書かれることが多いですね。 都へと思うをものの悲しきはというふうになってますね。さあ、都へ思うにつけても何かしら悲しいのは、帰らぬ人のあればなりけりというね、打ち消しの助動詞の図の連体形に、まあ、断定の助動詞のなり、そして過去永短ですね。和歌の中で使われると永短というふうに使うことが多いですね。一緒に帰らない人がいるからであるよというね、この帰らぬ人というのが、えー、いわゆる田舎 亡くなった、亡くなってしまった女の子のことを指してますそして「またある時には」ですね「またある時には何なのか」「あるものと忘れつつなほ亡き人を」ですね「今もいるものだ」と。 いなくなったことをつい忘れ、死んだあの子をいずらと問うぞ悲しかりけるというね、また英単使ってますが、どこにいるのと尋ねてしまうのは悲しいことよという風な形になってます。まあなんでこういうね、亡くなった娘のことを悲しんでるっていうのは、気の辛い気のパターンと気の辛い気の奥さん、 が読んでるみたいな形があるので、ま、あそのあたりはね、あの、文脈によって変わったりするんですけど、まあ、どちらにせよですね、なくしてしまった子供のことが辛い悲しい、嫌だなぁというのが和歌に読まれたりするというね、こういう話、結構気の辛い気のこの土佐日記の中には入って散りばまってるので、ま、あもし他のね、土佐日記の作品読むことがあったら、そういう観点もね、ぜひ持っといていただけたらなと思います。 はい。ということで、土佐日記の帽子ですね。あとは、こっから羽というとこに繋がっていて、まあ、一緒になっている教科書もあるかと思うので、ぜひ、勉強のね、参考にしてもらえればと思います。はい。ということで、今回はですね、土佐日記、帽子、羽についてね、説明していきました。皆さんのテスト勉強の参考になれば幸いです。古文はエンタメだイ。バイバイ。テスト勉強頑張って。